魔法という不可思議な力の存在が明らかになってからおよそ100年、人類は科学に匹敵する力として魔法の研究に邁進した。しかし魔法抑止物質 The Material of an Impediment to the Sorcerer's Orders、 通称ミソが発見されたことで、魔法は特別なものではなくなり、ただの一技術として扱われることになった。この物語は現代にちょっと似た世界のとある一男子高校生の平凡な朝から始まる。やっぱ朝は濃い口に限る。やっぱここにもあんのかよ。これでは魔法が発動できん。合図したら何でもいい。特大の攻撃魔法をあっちの窓へぶっ放せ。だからこの状況では魔法など。安心しろ。風向きがいいのか、この辺りは香りが極端に薄い。こう見えて鼻は効くんだ。俺を信じろ。山地のケルベロス、ちょいと左の奥地から火の玉出してくださいな。おお、出た。でかすぎだ。それになんだありゃ、炎症か。けったいな呪文唱えやがって。そんなに変かな。お、魔法使いなら味噌を食え。報告は以上になります、セレスティーヌ様。私は何と言いましたか。 あの子を私のところへ連れてこいと命じたはずですが。用意したトラップの一つには誘い込めたのですが、どういうわけか魔法を使われ。言い訳せよと聞こえたのですか。あ、いえ、ただ
八丁屋博士の息子とおぼしき少年と行動を共にしていたのは間違いないようです。マヌエラ、聞いていますか？司祭漏らさず、今後はあなたに働いてもらいます。かしこまりました。魔法使いなら味噌を食え。母さんからは何の連絡も。おい、何してやがる。あ、いや、これはじゃな、年頃の男の部屋に立ち入ったらまずは確認をしろと姉様が。確認って何のだよ。いや、じゃから中高生男子の部屋には必ずあると言われておる代物で、どのような思考を持ち合わせておるかを測る試金石とも言うべきものであって。要するにエロ本のことか。お、そうじゃ。勝手に人地に上がり込んでエロ本漁る女がどこの世界にいるんだよ。魔法使いなら味噌を食え。キュウスコ水とは主催者は分かってらっしゃる。胸の名札がなんとも。マヌエラよ、わらわを連れ帰りたければ勝負しようではないか。勝負ですか？そうじゃ、ただ力任せの勝負は学園に迷惑がかかるであろうから、平和的な勝負で白黒はっきりつけようではないか。私がアルテミシア様に勝てばお帰りいただけると。正義の魔法少女に二言はない。水場で私に勝負を挑むとは少々おたわむれが過ぎませんか。魔法使いなら味噌を食え。そんなところに突っ立って何をしている。それはこっちのセリフだ。何してやがる。知れたこと。中高生男子のたぎる情欲の吐け口にして無意な時間を消費させるためだけに存在するグレッ。てめえの国じゃエロ本あさりが流行ってんのかよ。で、何勝手に人んちに侵入してんだよ。主の命により、日本滞在中はアルテミシア様の護衛を務めることに相なった。今日は私も止めてもらう。まあ別に構わねえけどな。ほう、やけにあっさりと承諾するのだな。のんちゃく起こすだけ無駄だろうからな。こいつに疑問をぶつけるいい機会だ。断る。エスパーか？まだ何も言ってねえ。なんであるを。アルテミシア様と呼ばんか。姉ちゃんがアンビリーバボーソフィスティケートセレスティーヌ様だ。狙ってんのか聞かせてはくれないか。お前に協力してもらいたい。協力？我らの側につけ、八丁屋翔太。そうすればアルテミシア様はこの国での後ろ盾を失い、マジエールにお戻りになるだろう。何？魔法使いなら味噌を食え。ノロの道行くサラマンダー、しばらく家を空けるならわずかばかりの間だけ貸してもらえはしませんか。
寝てんじゃねえぞ。誰が寝るか。味噌エキスか、卑怯だぞ。魔法戦じゃなかったのかよ。真剣勝負とは言ったが魔法戦とは言っていない。双方引きなさい。はじめましてと言っておきましょうか。私はセレスティーヌ・エディト・デ・マジエールと申します。マネロ、これを。はい。お姉様、魔法使いならミソを食え。突然